きいちびっこの諸君、大丈夫、私が来た。名のウルトラ翔吾だ。このチャンネルは BJLL のマスクマンバカロンが独自のプロレス感を語るものです。動画内では選手の継承を省略させていただくこともあるぞ。 YouTube 活動の励みになるので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。東京女子の愛と平和を守るぞ。プレスウルトラ。ベナサルデスアミーゴーズ、どうも PJLL のパハロンです。はい、ということでね、前回はですね、プロレスリングノアの武道館でね、決まってるカード内容をね、ちょっとチェックしながらどんな流れになっていくのかなっていう話をねさせていただいたんですけれども、今回はですね、東京女子です。はい、東京女子の2.11 後楽園ホール。まあこれもね、ビッグマッチと言っていいんじゃないかなというふうに僕は思っておりますが、そちらの方ね、チェックしていきたいなと。今現時点で、今日が1月19日収録日ということで、現時点で分かっている対戦カードで、チェックしていただければなというふうに思っております。はい、大会名はですね、ポジティブチェーンということで、はい、2021年、2月11日木曜日祝日、2.11 木曜日祝日でございます。会場が10時30分、開始が11時30分ということになっております。会場は東京後楽園ホールでございます。はい、でね、席種としてはですね、スペシャルシートとかね、なんか特別なやつがあったらしいんですよ。で、あー、なるほど、俺もそれ買いたかったなと思ったんだけど、それは完売。スーパーシートも完売。特別リングサイドとか、指定席とか、レディースシートとか、まあ、アンダー18チケット当日のみのやつとか、まあ、あるコインですけど、まあ、何度も僕は動画でも言いますけど、結果、コロナでどうなるかわからんよっていうのが、現状の状況だと思っていますので、まあ正直ね、早めにチケットは押さえといた方がいいのではないかなというふうに思います。まあ例えば席数削るから、このチケットは販売しませんみたいなことが起こっても、まあ正直不思議じゃないと思ってるんで、なので行きたい試合はもう早めにね、あのチケットを押さえていくというのがね、僕はまあ非常に大事なんじゃないかなというふうに思ってますので、まあぜひチェックしていただければ。ねえ、まあ本当ね、なんて言うんでしょうね、なんか先日ネットプロレス大賞っていうのがね、発表されまして、まあ、この収録日の前日か昨日発表されたんですけど、結構ねやっぱサイバーファイトグループが、まあ、投票上位ですね。要は DDT、まあ、メインとなるのは DDT、 ノア、東京女子、この辺、あとマッスル、この辺がね、だいぶ頑張れプロレスもありましたけど、まあ、だいぶね上位に食い込んできているというか、まあ、ほぼほぼね、やっぱ分母が違うので、まあ、新日本プロレスの試合とか、まあ、興行とかそういったのがね、大体ランキング上位に来るんですけど、そんな中ね、それ以外はね、結構そのサイバーファイト勢がほとんど食い込んでくるっていう、やっぱメディア露出と部分が非常に強くて、だから東京女子もね、今後ね、結構やっぱその流れに乗って一緒にね上がってくるっていうパターンあると思うんでね、まあ、皆さんもぜひねチェックして、東京女子っていう面白いプロレスあるんだなっていうのをね一緒に見てね、楽しんでいただければなっていうふうには思います。はい、東京女子はね本当なんていうんですかね、いわゆる女子プロレスとはまたちょっと違うラインで、はい、言ってるんで、まあ、いわゆる女子プロ、いわゆるっていうかね、まあ、なんて言うんでしょうね、ちゃんとね、ストーリーだったりとか、まあ、そういったものがね、しっかりしたプロレスがあるんですよ、東京女子には。まあ、コーナー代表がアイドル好きっていうのもあり、まあ、きっとそういうところも加味されてたり、まあ、男子がやってたプロレスはそのまま女子に持ち込んできたみたいなところがあるので、まあ、そういう流れになってるのかなっていうふうには思いますけど、はい。まあ、ぜひね、楽しいのでね、楽しいだけじゃないですけどね、すげえいい試合もあるんでね、激しい試合もあるんで、見ていただければというふうに思います。
で、そんな中、現時点では3試合ほど、はい、決まっておりますので、そちらの方を見ていただければというふうに思います。まずはですね、インターナショナルプリンセス選手権試合ということで、王者、神福ゆき VS、真由美未来ということなんですよね。はい。でね、このインターナショナルプリンセス選手権試合ということなんですが、まあ、神福ゆき選手がチャンピオンなんですけど、まあね、もうモデルさんなんですよ。モデルさんなんですが、いや、本当にね、長い手足をすごくしっかりと使った、ね、試合展開ですね。はい。そういったものをね、展開していますし、いや、本当ね、まあ、ずっと見てる人はわかると思いますけど、まさかね、神福選手がね、こんなに、なんて言うんでしょうね、説得力のある試合を展開する選手になるとは多分ね、思ってる人だいぶ少なかったんじゃないかなというふうには思っています。まあ個人的な考え方ですけど、それがね、今もう本当チャンピオンたる堂々とした立ち振る舞いというかね、あとそして試合内容っていう部分でね、非常にね、神福選手注目が集まってきています。で、対する真由美選手なんですけど、まあこの真由美選手はですね、やっぱよく初代タイガーマスクの秘蔵っ子とかよく言われたりするんですけど、まあまず気持ちが強いですね。はい、アジャコング選手とかを前にしても、たじろぐことなく、堂々とスッと握手をね、こう求めに行ったりとかする気持ちの強さっていうのがありまして、と同時に、まあ、体格もね、結構しっかりしてて、まあ、パワーもある、ね、突進力もあるっていうような選手ではありますので、まあ、ラリアットもすげえ勢いのラリアットありますから、まあ、ぜひね、真由美選手にも期待したいところではあるんですが、まあ、結構神福選手盤石の構えっていうところはありますので、まあ、試合内容がね、どうなるかも楽しみですし、まあ、僕は真由美選手ね、やっぱこう、なんていうかこう、すげえパワーはあるんだけど、その自分が持ってる力の使い方っていうのがうまくまだ回っていない、まあ僕のヒーローアカデミアでいうところの、まあ、緑谷いづく少年なのではないかと、緑谷少年なのではないかと、まあいうふうにね、思ったりもね、はい、しています。まあ何のことかわからない方はぜひ僕のヒーローアカデミアをね、見ていただければと思います。まあいずれね、僕のヒーローアカデミアとちょっとプロレスリングノアのね、類似点をだいぶ見つけたんで、その動画を作ろうと思いますけど、まあ、僕のヒーローアカデミアっていうのはね、ヒーローの話なんですが、そのヒーロー感とレスラー感っていうのはね、特にベビーフェイスのレスラー感というのはね、非常にね、似通ったものがあるんでね、本当なんか最近ちょっとなんか時間があるから、アニメなりドラマなりなんか映画なり見たいなって思ってて、なんかおすすめないかなって思ってる人がいれば、僕のヒーローアカデミアおすすめします。はい、まあそれはさておき、まあそういう緑谷いづく少年などではないかという真由美選手、自分の使い方をね、うまくコントロールできるようになれば、すげえ選手になることは間違いないので、まあ注目選手であります。はい。そしてプリンセスタッグ選手権試合ということで、チャンピオン天満のどか愛の雪、爆裂シスターズ、爆裂、はい、爆裂シスターズ対新ウルトラ将校&ハイパーミサオでございます。はい。まあ、新ウルトラ翔子っていうのはですね、中島翔子選手でございまして、本当はですね、まあ、1.4 の登場の試合で試合に負けて、改名試合だったので、1ヶ月間限定で新ウルトラ翔子という名前で試合をして、キャラもちょっと変えてっていうのになったんですけど、まあ、なぜかね、その 1.4 を超え、1ヶ月超えしちゃったんだけど、2.11 で、はい、タッグベルトに挑戦するっていうね、流れでございまして、はい、ただね、この新ウルトラ翔子がね、もうハマりすぎてて、もう最高に面白いんすよ。最高に面白くて、まあ、中島翔子選手ってもともとね、怪獣好きとか、まあ、アニメ好きとかいろいろあったと思うんですけど、新ウルトラ翔子が登場してきたら、必ず言うセリフがあって、大丈夫私が来たっていうセリフを言うんですよ。はい。で、これ、実はハイパー、僕のヒーローアカデミアの、オールマイトっていうね、スーパーヒーローがいるんですけど、まあ、その登場する時のセリフなんですよ。大丈夫私が来たっていうね。はい。で、こう、長いね、マントを、
つけてて、こうそのマントをねこう顔にかぶされてたりしながらわーってやったりするんですけど、おーなんてことをするんだみたいな、この長いマントは女の子を優しく包むためにあるんだぞみたいなことを言ったりもしてたんですけど、これも僕のヒーローアカデミアのセリフですなので新ウルトラ将校を楽しむためにはですね、僕のヒーローアカデミアを見るとより楽しめる。で入場テーマ曲がウルトラマンレオでしたっけとを使っててっていうことで、まあその辺もね非常に楽しいんですけど、まあだから僕のヒーローアカデミアと新ウルトラ将校はだいぶ類似するポイントありますんで、まあぜひチェックしていただければというふうに思いますね。はい。で、まあ対する爆裂シスターズもね、悲願のベルトをね取った姉妹と、実の姉妹ということでございまして、まあタッグ連携はね抜群なのでね、まあおそらく負けることはないんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあそんな中このねヒーロータッグチーム新ウルトラ将校とハイパーミサオがね、ハイパーミサオ選手がまあ実際どんな試合を見せてくれるのかというのがまあ非常に楽しみね、うん、っていうところでございますね。はい。まあ期待だいぶ新ウルトラ将校ねだいぶ期待してますいやだいぶ面白いんで、はい、新ウルトラ将校にね、翔子選手に皆さんも、ちょっと期待して見てみたいなってことであれば、レッスルユニバースね、入ってもらうと見れますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。はい。そして、プリンセスオブプリンセス選手権試合、王者、辰巳梨花 VS 渡辺美優ということでございます。はい、王者辰巳梨花選手は 1.4、ね。もう東京女子の代名詞と言っても過言ではなかった坂崎由香選手からに挑戦し、はい、ベルトを奪取して、そして、ついに念願のチャンピオンになったと、ね、東京女子プロレスをまるでビートルズのように街中にねかかっている音楽のように東京女子をね広めたいというね思いのもとチャンピオンとしてやっていくという流れで頑張っていらっしゃるということでございます。はい、まあ、ほんとね、辰巳梨花選手はドラゴンサッポを使うんで、ドラゴンスクリューとかね、ドラゴンスリーパーで、結構、えぐめのドラゴンスリーパーとかもありますんで、はい、で、最終的にね、ドラゴンスリーパーからの、真田選手の、新日本プロレス真田選手のスカルエンドみたいな、はい、流れに持ち込むことがあるんですけど、まあ、一旦スタンドでドラゴンスリーパーやってからそこにガンって持っていくんで、結構ね、僕は普通に、説得力あるなって思いながらこう見てる感じですね。あとはもうヒップアタック、ね、やったやろったの腰中選手直伝のねヒップアタックもありますんでまあ直伝かどうかは知らあれですけど、はい、ありますんでね、その辺をチェックしていただくのもいいのではないかと。そして対する渡辺美優選手っていうのはこの辰巳梨花選手とタッグを組んでいた選手でございます。まあ、白昼夢というタッグでございまして、はい、まあ、こちらのタッグでね、ずっとベルトをね、防衛してきたわけなんですけれども、はい、そんなタッグパートナー同士の試合、まあ、昨年もですね、坂崎由香に対する水木っていうね、流れがあったんですが、まあ、それと同等に、まあ、辰巳梨花と渡辺美優というのをここで持ってくると。で、坂崎由香、水木っていうのは、まあ、正直、どちらもね、メインイベンタークラス、の、まあ、経験と実力のある選手の試合だったので、ビッグマッチで一発でやっても全然遜色ないっていうところだったと思いますが、まあ、渡辺美優選手もね、タッグベルトのチャンピオンでずっと張ってきた選手なんで、その辺はまあ間違いないのかなというふうには思いますが、まあ、ここは逆に、辰巳梨花防衛の流れが色濃いのではないかなというふうには思ってますね。で、渡辺美優選手には、この子で敗れることによって、この、プリンセス・オブ・プリンセスという、まあ、頂点のベルトに対する、ストーリーがまた肉付けされていくという流れでね、はい、出ていくし、その時のチャンピオンが誰かによってはね、はい、面白い展開が生まれるのかなという感じでございます。ワンチャンね、この1月の頭でこれをやるってことはね、年末あたりで渡辺美優のプリンセス・オブ・プリンセスっていうのがね、もう一度挑戦チャンスが回ってきた時には取る可能性ありますからね。はい、もう楽しみですね。はい。で、渡辺美優選手っていうのはもうほんとね、パワーファイターね、ジャイアントスイングとか今やるんですよ。バンバン選手振り回してますから、その辺も注目ポイントになっているので、はい、ねえ、アイドルと、ね、アップアップガールズというね、過去プロレスというアイドルユニットにいながらもね、めちゃめちゃパワーファイターだけど、でも線が、じゃあめちゃくちゃ
ぶっといかっていうとそういうこともないけど、パワーはあるっていうね、カナディアンバックブリーカーやったりとかね、ほんとしますんで、まあ、ぜひ渡辺選手の試合にも注目していただければなというところでございます。まあ、以上ね、2.11 の東京女子プロレスのこのカードもだいぶいい感じになってきてます。で、これまだ正式発表ではないんじゃないかなとは思いますが、伊藤真希選手ですね。伊藤真希選手が、山下選手と組んで、あ、これ正式発表なのかな、山下選手と組んで、ネオ B 式軍ですね。サキ様と、メイサン・ミッシェルとですね、タッグ、スペシャルタッグって感じになるのかな、やるということなんで、で、ここでね、伊藤山下組がもし勝てば、ていうかこの試合で勝った方がプリンセスタッグ選手権に挑戦するっていう感じになるのではないかなっていう気もせんでもないので、まあ、これはこれでまた面白いなっていうね、いうところでございますのでね、今後の伊藤山下組っていうのも面白そうなんで、いやー、東京女子ね、目が離せんな。うん、こうやってね、一試合一試合にやっぱきっちり、まあきっちりっていうか、ちゃんとしたストーリーラインとか、今後の展開を予想させる枠組みっていうのがあるプロレスなので、まあそれこそそのプロレスファンにとって贅沢な時間と言われるような、その想像する時間っていうのはね、東京女子プロレスの中でもだいぶ与えられてますんで、はい、皆さんそういった時間を一緒に、楽しんでいただければということでございます。まあそういう風に一緒に楽しんでいただけるということであれば、チャンネル登録、高評価、いつでもお待ちしてます。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。セニョス、アミーゴス、ホーミーズ、クソ野郎ども、アースタルエゴ、アディオス。